さあ時刻は12時10分となりましたドライバーの皆さん安全運転を続けてください中暑いでしょうね,ねークーラーガンガンキャッシュいらっしゃると思いますけれども頑張ってくださいね、えー、レンタル規模のマインでございますがやっぱロッガートととかさ、うんえー、お祭りとか花火見行く時は浴衣姿がいいよね、えー、レンタル規模のマインの方によかったらどうぞ えこちらいい天気で能天気さんからいただいています、えー、ゴジラ特撮王国行ってきましたよ、4歳の息子、楽しかったみたいで、いつも遊んでいる仮面ライダーごっこから、今ではゴジラごっこに変わりまして、今日も遊んでいますということです、ご家族で楽しんでいただいたようです。ということで、えー、現在、黎明館で開催中、第ゴジラ特撮王国鹿児島開催記念ということで、今日の謎かけお題は、ゴジラです。ゴジラね本当にあの 子供の時にね僕ら、あのー、ゴジラ映画見の好きでね、うん、あとプラモデルがあったんよあ<ー>あ<ー>うんうんでね<れ>、あのー、動かすやつがあってねリモコンがあったりしてね、はい、作って、あのー、竹丸結構ねプラモデル好きでねプラモ教室入ってたのへえ<ー>その時にね、えー、東京タワー作ったりしたんだけど、はい、ゴジラも作ったね<ー>でその発表会があってね、えっと、当時のね芦屋三兄弟 菅之助さん、うん小雁さん、巌平さんか、うん、で、巌之助さんがこれもくなって、その下の小雁さんと巌平さんが来てくれて、コメントをくださったのよ、うん、すごく嬉しかったね、当時、こ、うん、の教室に、そうそうそう、本当、うん、えー、大スターだからね、芦屋三兄弟、うんで、子供たちにねあの、いいことだからね、皆さん楽しんでねって言って、くれしく思ってるの。えー、ゴジラもあったね、ねその時は、ねえー 楽しかったな、ゴジラ。さあ、いっぱいいただきました。いい作品いっぱいございます。はい。はい。えー、すみません。あの、オチが同じっていうね、いい作品あるんですよ。すみません。代表で一名様させていただきますので。でご勘弁く,、ね、ください。はい。さあ、参りましょう。まず、ラジオネームとしちゃんさん。ゴジラとかけて、新しいガスコンロと解きます。その心は。まっすぐ青い、いい炎ですが。取り扱いを間違えると、すべてのものを破壊します。 あーなるほど、うん、ねえ鐘屋からくださった、ね、あ,<ー>ありがとうございます「三度の飯よりご飯さん」「ゴジラ」とかけて色鉛筆でお絵描きと説きます色鉛筆でお絵描きその心は懐かしさの中にも「真」のおかげで新しい描き方になりました「新ゴジラ」はあお上手 アシちゃんのパパ丼さん「ゴジラ」とかけて筆記試験と解きます筆記試験と解くその心は書く問題がメインでしたはあ書くなるほど原子力の書くはいそれとあの描く書くうんうまいねシンプルですけど分かりやすい重富のボートピープルさん「ゴジラ」とかけて 稲田前防衛大臣と説きますお今話題の人その心は出てくるたびに自衛隊が右往左往します <laughs> ああねーいいな皮肉が効いててはいそうですねいいなえー、にゃんちゃんさんゴジラとかけて温暖化と解きますその心はなかなか飽きが来ないでしょううーん ね暑い日続いてますからね面白い作り方ですねそうなんよ雄太郎のお父さん「ゴジラ」とかけて嵐を呼ぶ船乗りと解きますその心は公開するたび会場が大きくうねりますあ<ー>相変わらずまいなお上手これさいい作品あのゴジラの会場に貼ってほしいねああどうですかね, <laughs> ねえそれだけ楽しめると思うけどね、うん、マーガレット・バーバさん ゴジラとかけてて熱中症対策でエアコン活用していますと解きますその心は年代問わずあちこちのファンは熱気にあふれていますうーんお上手うまいよねはい皆、ね、さんお上手えっとねアギャンコギャンさんの一族からツバメさん「ゴジラとかけて顔なし女」と解きますその心は なるほど顔なくて女って分かるんだねどこを見てんだろうね <laughs> あのはい服装ですよねきっとねえーっとこの人はあ種子島の涼さんあらゴジラとかけて文豪島崎藤村と説きますその心は破壊がやっぱりいいですねああなるほどゴジラの破壊デストロイトね作品名のね新吾、うん、町子さん ゴジラとかけて徳川幕府と解きますその心は映画を極めました、うん、シンプルですがうまいですね岸尾さんゴジラとかけてリーゼントと解きますリーゼントその心はセットの出来栄えが気になるでしょうあーなるほどうまい、ね、そういうセットのですねいろんなものが見られるんですよ特撮王国鹿児島な<ー>あー写真も撮れる場所あります、ね、竹丸師はさくらんぼよう宝石箱みたいだようん えー、サックスードの井上さんのグループからです、ね、あんみつ姫さんゴジラとかけて九州自動車道と解きますゴジラとかけて九州自動車道と解くその心はどちらも格闘が気になりますああ<ー>七色の星パンツさんゴジラとかけて米ちゃんこと米沢るみさんと解きますはいその心は どちらも歩みが遅くとも一歩ずつ確実に進み襲いかかるため食い,て、えー、食い止めるのに苦労します <laughs> どんな人だと思われてるんですかね私ねありがとうございます <laughs> もうねさんですよ<や>竹丸は本当に、はい、<laughs> 踏みつぶして3時のパパさん「ゴジラ」とかけて「大ゴジラ特撮王国」を見て大ファンが感想を届きますおその心は日本の宝だ 高田明さん。なるほど。ありがとうございます。もみじまんじゅうさん。ゴジラとかけて、うっかたと説きます。<laughs> ゴジラとかけて、うっかたと説く、その心は。一旦怒らせると、抑えられません、怖い。<laughs> <laughs> やっぱり、想像してた通りのオチでしたね。なるほど松山町のコウジ、どうぞのさん。 宅配のお中元、ね、の時期ですね大変ですなゴジラとかけて東川龍太郎さんと解きますお NPO 法人鹿児島探検の会東川龍太郎さんと解くその心はあちこちにあちこちに出没街歩きが似合います <laughs> でもゴジラの街歩きは大変だよな <laughs> です、ね、東川さんかわいい方ですよ、うん、かわいいよ、はい えー、新米甘みんちゅうさん「こちらとかけてよちよち歩きを始めた孫のことときますほらその心は手当たり次第に物を壊されますが絶対に憎めませんああそうですね甘みからいただきましたありがとうございましたありがとうございましたあ甘み大島ふるさとウィークをお送りいたします、ね、やりますん、ね、でまた甘み皆さんも聞いてやってくださいねふ、はい、ーちゃんいっとまてさん ゴジラとかけて喧嘩の時の妻と解きますその心は目つきも鋭く破壊力も抜群です <laughs> 奥さんをネタにしてみんなそんな感じになってくるんですおふみちゃんさんゴジラとかけて私の評判と解きますその心は若く見えますが昭和から活躍していますおお<ー>森さん ゴジラとかけて日本政府と解きますその心は期待も何もかも踏みにじりコッパみじんに崩れました<ー>なるほどストックさんゴジラとかけて街につまずいて巨体が転んでしまいました と解きますその心はゴジラもさすがにドジラになったようです帰ってこなかったウルトラセブンさんゴジラとかけて時の天下人たちと説きますその心は東方もないスケールでライバルたちを次々と怪獣し時代の映画を極めました さすがですね、うんえー、桂匠丸さん「ゴジラ」とかけて「サウナ」と解きますその心はどちらも中に入る人は暑さに耐えて自分に納得することでしょう <laughs> なるほど足湯大好きさん「<laughs> えー、ゴジラ」とかけて竹丸師匠の器と解きますその心は実はそんなに大きくありませんやかまちは <laughs> もう一つね足湯大好きさん、はい、ゴジラとかけて米沢るみさんと解きますえー、その心はつぶらな瞳ですあらおお、なんでおじゃず 皆さんがたくさん、えー、作品頂戴いたしましたありがとうございましたお一人一人に御礼申し上げます,あり,ますありがとうございましたありがしちゃんのパパ丼ですゴジラとかけて筆記試験届きますその心は各問題がメインでしたに決定ですおめでとうございました北海道から宝石箱のような桜も届きます <だけ S 1> おめでとうございますということでございましたそして決めました私こちら えちゃん賞はにゃんちゃんさんの作品ですゴジラとかけまして温暖化と説きますその心はなかなか秋が来ないでしょうなかなか秋が来ないでしょうこちら選びましたおめでとうございますおめでとうございました師匠も全部にお送りいたします皆さんどうもありがとうございましたさて来週でございますがあ明日からですよねはい奄美大島ふるさとウィーク開催記念ということで番組では謎かけお題「奄美」 甘みで考えてください。お願いいたします。甘みの皆さんもね、一つお考えいただけたらと思います。はい。どうぞ皆さんご参加ください。なお、謎書きは YouTube にアップしています番組のブログからまた Facebook ページからアクセスしてください。もちろん、ラジコのタイムフリー機能でシェアしていただいても結構でございます。どうぞ皆さんお楽しみください。